こんにちは。今日は7月に購入したプチプラ系のコスメ紹介していきたいと思います。はじめにこちら、マツキヨの大きめサイズのピュアコットン、これリピート品になります。ここ何ヶ月かいろんなコットンちょっと使ってたんですけど、これが今のところ一番気に入ってて、こちらもうリピートで2箱購入して今使ってますね。そしてこちら、ファルティのナチュラルブリーチです。前回4月に使ったんですけど、またそろそろ色抜こうかなと思って購入しました。まあ、予定としては多分8月に入って、8月終わりぐらいに使おうかなと思ってます。そして定番84のスプレー、お得サイズですね、 200g。 これなんかはパッケージが変わるのかなんかでちょっと安くなってて、まあ今使ってるのがもうなくなるので購入しました。そしてスプレータイプの日焼け止め、まあこれは今スプレータイプのものを全部使い切ったので、まあストックで買いました。首とか腕とかに使う予定です。そしてこの辺は初めて買ったものなんですけど、キュレルの美白用の乳液、まあ、今使ってるものがなくなりそうで、なんか別のものを使おうかなと思って、とりあえず、まあ、敏感肌にもいいっていうので買ってみました。そしてナイトクリームですね、こちらも美白用のものをセットで購入してみました。そしてこちらがエリクシールのアイクリーム、多分ちっちゃいサイズのものかな、をとりあえずお試しで購入してみました。まあこれもいろいろ口コミが良かったりするので、ちょっと使ってみて、もしよかったら大きいサイズを買ってみようかなと思ってます。そしてここからがコスメ系で、こちらケイトの限定、数量限定の新しいマスカラとビューラーのセットのものですね。私はロングのウォータープルーフの方を買いました。なんか 3,4 種類ぐらいボリュームタイプだったりとかあるみたいなんですけど、ロングのものを購入しました。そしてこちら、発売日がちょうど休みだったので、5店舗ぐらい回って3つ全部ゲットしました。ビセと、アムロのコラボのアイシャドウパレットですね。まあ中身は見たんですけど、もったいなくてなかなか使えないですね。私はこのボルドー系のものか、このブラウン系のものがちょっといいなぁと思ってます。とりあえず大事に当分しまっとく予定です。そしてこの辺はプチプラ系のキャンメイク、セザンヌ系ですね。セザンヌの皮脂テカリ防止下地のブルータイプのもの、もともと出てるピンクのものはもう使い切ったんですけど、こちらがなかなか店舗で見つからなくて、やっと見つけたので購入してみました。これも同じくキャンメイクのマシュマロ肌仕上げのリキッドベースで、脂性肌向けのマットオークル、これもなんか店舗限定だったのかな、なんかあちこち薬局探したんですけどなくて、ちょうどイオンに行った時に見つけて購入してみました。そしてこれも、キャンメイクの新しいマスカラ下地、まあロングもボリュームもいけるということで買ってみました。これぐらいちっちゃいサイズだと結構使い切りが早いので
楽しみです。そしてこちらは、新しく出たグローフルールハイライターの03番とハイライターの06番ですね。これも新しく出てたので購入してみました。まだちょっと使ってないですね。そしてこちらはマリブビューティーのベイクドチーク、まあ、値段が出てるんですけど、これなんかアウトレットみたいなちょっとよくわかんないお店で購入しました。なんか無難なちょっとオレンジというかブラウン系のコーラルかなのもの2色買ってみました。そしてこちらがエクセルのあのアイシーダズル、あのオイルリップのやつ、これも限定でもうとっくに店舗からなくなってたんですけど、そのイオンに行った時にこっちの昔前に出た方のやつが普通に並んで置いてあったので、思わず買ってしまいました。ちょっと買いそびれたのでよかったです。そしてマキアージュのリップです。 RD533 番、このようなお色味で、すごいとろけるような塗り心地がすごいいいです。こんな感じのお色です。マキアージュはちょっと初めて買ったんですけど、すごく滑らかで塗りやすかったです。ちょっと他の色もリピートしてみたいなと思いました。以上になります。ご視聴ありがとうございました。